子どもたちだけじゃなくて大人も含めていろんな世代の人たちが多様にこう重なって過ごせる場所みたいなのをなんかできないかなっていうところでたどり着いたのが芝生っていうのがきっかけであります。せーの、よいしょ、はい、イエーイ。別の裸足になれる機会がないのでやっぱり芝生があると裸足に なってみようと思うきっかけができるっていうか、芝生っていうだけでなんかやってみようって思える、でやってみて、あ気持ちがいい、あこんな感覚なんだっていうのを感じて、そこから目を向けてみるとなんかここも面白そうみたいな、なんかつながってて本当にだから入り口になってるなっていうのはすごく感じますよね。芝生とその横に枝、木の実、何パターンかに分かれて作ってあるとこがあって、あそこを裸足になって歩いて違いがすごく感じれたので、いい、ここの芝生は。すごい気持ちいい。この流れでこう芝生で気持ちいいな、砂利があったり砂があったりいろんな木の葉っぱとかがある中でいろんな足の感覚を感じながら、感覚刺激を与える場所にしたいなと思います。森は生きてるな、地球は生きてるなと思うし、生きてるものを見てると自分も生きてるなと、命の循環だったり存在していることっていうのを確かめるきっかけにしたいですね、こういう取り組み。この社会の持ったのは初めて。おお、あ、いい匂い。シワが、めっちゃ気持ちよさそう。実際裸足で歩いてみると歩いて良さそうな場所が見えてくる。こんな揺らぎもまたいいですよね。普通の公園じゃできない。できない、できない。そうだ、でもすっごい気持ちいい。ホッみたいじゃない。本当や、最高。空と揺らぎと光、やっぱりなりたくないっていう人もいると思うんですよね。ちょっと山までには行けないとかですね。けどここで実際の裸足になってちょっと体験してもらうことで五感を使って、あ私は大地とつながってるんだじゃないですけども、そういう気づきでもいいと思うので。